新型モデル、もう皆さん待ちに待ったこちらスクランブラーアイコン、おお、これを見た皆さん、もうすぐに予約してください。オフロードっぽいタイヤ、うん、そして空冷エンジン、うん、エキゾーストパイプとエンジンがむき出しになっていて、うん、ティアドロップタンク、うん、そして丸いヘッドライト、ヘッドライトの真ん中にバッテンができたんですね。本当だ、はい。ドガティ調和センタル YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。今日はじゃじゃん、この T シャツのバイクをご紹介します。2023年最新モデル、ぜひご覧ください。どうぞ。はい、ということで、もう見えてるけど、見えてます、だいぶ見えてる、隠しきれない、だいぶ隠しきれてないよ。こちらの車両をご紹介いただければと思います、はい、お前じゃない。違いました。違うすいません。こちらですね、2023年モデル。2023年モデルってことは新型モデルですか。はい、新型モデル、もう皆さん待ちに待ったこちらスクランブラーアイコン、おお、あのスクランブラーアイコン、はい、でもちょっと待って、ちょっと今までとだいぶ様子が違いますけど、はいはいはい、そうですね、全く違いますね。もうパッと見てどうですか、分かりませんかね。これ、はい、もしかしてフルモデルチェンジした？はい、そうです、フルモデルチェンジしました。名前的にはスクランブラーアイコンとは言われてます、同じ名前ですけど、セカンドジェネレーション第2世代のスクランブラーアイコンです。スクランブラーアイコンセカンドジェネレーション、はい、なんかどっかのかっこいい歌歌ってる人たちみたいな。ああ、そうですね、それとは違うから、それとまたちょっと違うかもしれないですけど、でも、ね、あ、でもフルモデルチェンジってことは初めてのフルモデルチェンジになります、はい、そうですね、初めてのフルモデルチェンジですね。それが早くもドカティ千葉セントラルに登場と、登場ということです。今まだ撮っているのが6月の中旬でありますけども、これ発売するのはなんと2023年10月また11月なんで、10月11月に発売されるモデルがこの6月にドカティ千葉セントラルにあるわけですか、はい、あるわけです。ちょっと一足早くお借りすることができたので、ちょっと今回特集させていただこうかなと思いました。いや、ドカティさんだいぶ頑張っていただきましたね。ありがとうございます。素晴らしい。これも日頃の長谷川さんの行いがいいからじゃないですか。いや、本当にこれ日本初公開に近いんじゃない、ショールームだったら。ショールームではそうかもしれないですね。何店舗か参加先行してやってますけども、ただ関東では初めてなんじゃないですか。なるほど、はい、じゃあ実際にもうこの収録日に見れた方はすごいラッキーですね、はい、これ覚えてますか社長、 WDW、 はい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 、2022年、あ、あのシークレットルームにはいあったやつですね、はい、そうです、あのシークレットルームにあって YouTube で WDW2022 で紹介しました。でも中身見れてないですよね。昨年の夏に我々 WDW 皆さんで行きましたけれども、はい、その時の目玉アイテムがこのスクランブラーセカンドジェネレーションだったんですよね。だったんですね。でも本当に外に出てなくて、はい、完全シークレットで、はい、本当に秘密の部屋、もうセキュリティバッチリですね。もう持ってる携帯から何から全部没収されてね、全部没収されて本当に手ぶらで入ったルームに飾ってあったのがこのアイコンでしたね。でしたね、衝撃的でしたね、あの時。これがついにドカティ千葉セントラルショールームに来たということで、素晴らしいですね、はい、皆さんにちょっとこれをね紹介していきたいんで、いち早く紹介したいんで、 YouTube でまだ紹介してるとこないんじゃないですかね。そうですね、これを見た皆さん、もうすぐに予約してください。なるほど。っていうのも情報が出てきてくると絶対予約殺到してすぐ手に入らなくなっちゃうので、じゃあその辺の事情はこう最後に、はい、お伝えしましょう、はい、ということで最後までぜひ見ていってください、はいはい、じゃあ早速細かいところを見ていきたいなと思うんですけれども、はい、一番最初、はい、ここは一番押さえておいてほしいポイントってどこですか。まずはデザイン。デザインですね、はい、見た目ですね。ドカティといえば、まあでもアイコンはアイコンらしいスタイルを保ってますけども、うんうん、はい、どこか変わってるかなっていう印象は持ちますね。そうですね、まず大前提として一目でスクランブラーって分かるように作られてます。確かに、まあ、このビビッドなカラーとね、はい、シルエットといい、シルエット、そうですね、まさにこれはスクランブラーっていう風に
パッと見た目で分かりますね、はい、そうですね、オフロードっぽいタイヤ、うん、そして空冷エンジン、うん、エキゾーストパイプとエンジンがむき出しになっていて、うん、ティアドロップタンク、うん、そして丸いヘッドライト、これはもうスクランブラーの方程式だと思うんですけども、うん、確かにこのアイコンらしいポイントがしっかりと抑えられてますけれども、はい、じゃあそのスクランブラーらしさを残しつつ、はい、セカンドジェネレーション、はい、ということですけども、どこがどのように変わったのかっていうのを一つ一つ解説いただければと思いますけど、まあ、デザインの中でね、はい、まずは前からいきますね、はい、ヘッドライト、ヘッドライト、はい、これね、ヘッドライトがもう完全新作になりました。うん、1回スクランブラーモデルチェンジしてて、うん、デイライトが使えるようになったりはしてたんですけど、ありましたね、こうリング状に、そうですね、外形が明るく光ってた、はい、デイライト仕様のスクランブラーありました、うん、ありました。これが前はハロゲンライトだったのが LED ヘッドライトになりました。いよいよスクランブラーにも LED の時代が来ましたか。はい、なので今回でフル LED ライトになりました。なるほど、灯火類はすべて LED ということですね、はい、ってことはもう見た目もすごく明るいんじゃないですか、はい、前を照らす感じもすごくくっきり、すごく綺麗に見えると思います。なるほど、それは安全にもつながっていいですね、はい、でかつヘッドライト LED になっただけじゃなくて、この装飾が増えまして、ヘッドライトの真ん中にバッテンができたんです。本当だ、はい、これあの装飾なんですけども、前はドカティパフォーマンスでヘッドライトを隠しちゃうんで行動走行できないオプションパーツとしてこういう黒いフレームがあったんですけど、そのデザインに新しくなりました。なるほど、当然 LED なんで、まあ、車検には合格する、こういったバッテンがあっても問題はない、ね、はい、そうですね、ちゃんと光源が分かれているので、あのこれは全く問題ない。なるほど、ヘッドライトが LED になって、これでオール LED ということはウィンカーも LED、 ウィンカーもLED です。ちょっと形が変わりましてスタイリッシュになりました。昔はもうちょっと四角いウィンカーでしたよね。そうですね、もう四角くてもうちょっと大きかったですね。それもシュッとスタイリッシュになったってことですね。はい、続いてはこのティアドロップタンク、タンクですね、はい、こちらタンクですね、前のスクランブラーってこのサイドパネルありましたね、うん、はい、これが外せて違う柄に着せ替えできるっていうのがちょっと特徴だったと思うんですけど、確かに黄色いタンクにシルバーのまあ丸い楕円形のパネルがポンってくっついてて、パネルを取り替えることで鴨柄にしたりとかカラフルなパネルにしたりとか、そこが変えることができましたよね。そうですね、ここが変えられたんですけども、はい、今回はちょっと逆転しまして、ここはタンクなんです。なのでここを取り外すんじゃない。ちょっと待って、そこはタンクです。あ、はい、タンクそのものなんです。タンクそのものなんですか。はい、つまり前はここカバーだったじゃないですか。はい、ここがタンクそのものになって、こっちがカバーになったんです。なるほど、今触ってたところがタンク本体ってことですね。本体ですね。なるほど、でこっちがカバーになりました。ということは、はい、こっちのカバーを着せ替えできるようになりました。この黄色い方、はい、黄色いカバーですね、これが脱着可能になってまして、オプションパーツでいろんな色のカラーリングの別途オプションパーツが出てるんです。なるほど、はい、これを購入いただければ好きな色に変更できるんです。より自分らしいバイクに近づけることができるし、はい、意外と海外とかだと、はい、実際にもうオートバイにオールペイントしちゃってる方すごく多いですよね、うん、まあ、そういった、まあ、ペイントまではなっていう時にはこのパネルを変えてカラーチェンジを楽しむっていうのもすごくいい案ですね、はい、しかも今回パネルじゃなくてタンク自体はシルバーのままで、今度はその前までタンクだった黄色い部分が色替えができるって大きくイメージ変えられますね。そうなんです。もちろんその商品はですね、ここだけじゃなくてこのヘッドライト横のですね、このパーツ、うん、そしてフロントフェンダー、リアフェンダー、そしてホイールのステッカー、うん、これも全部セットになって同じ色で出荷してくれるので、もう着せ替えバイクになっちゃってます。全部その色、今回で言うと黄色い部分っていうのはカラーチェンジができると、はい、できるんです。おしゃれなバイクになっちゃいました ね。そんな一番の魅力がそこですね、デザイン。やっぱドカティらしさ、はい、まあ、ドカティといえばデザインですもんね。そうですね、しかもこのカラフルな色も変えられるという、はい、
ちょっと細かい話すると、シートのデザインも変わってるんですけども、うん、シートの座面にですね、うん、ちょっとスクランブラーのロゴが入っててめちゃくちゃおしゃれになってるんですよ。これは乗るときにパッと目に入る場所ですからね、はい、場所ですからね、ちょっとテンション上がります、ね、テンション上がります。でマフラーの形状も変わってます。だいぶちっちゃくなりました。そうですね、コンパクトになってます。なるほど、はい、でショートですねにもなってます。余計このリアタイヤの迫力が際立ちますね。はい、あとはホイールのデザイン、これも変わっているので、この辺もですね、見比べてみていただければと思います。はい、続いては、はい、続いてはですね、性能の部分で大きく変わってるんですけども、その今のオートバイの性能を差をつける部分といったらやっぱりコンピューターですね。そうですね、今の時代もコンピューターを搭載しているオートバイといっても過言ではない。はい、その一番大事なところ、電子制御スロットル、電スロってやつですね。そうですね、電スロ、電子制御スロットルが初めて導入されましたので、今までのスクランブラーはワイヤーだったのでね、ちょっとこうスロットルの感触とかも、あ、昔ながらのバイクだなってあったと思うんですけど、今回電子制御スロットルになったおかげでですね、トラクションコントロール、そして ABS パワーモード、こういったものが制御が入るようになりました。逆に今までなかったんでしたっけ。なかったんです。あ、なるほど、はい、じゃあこのスロットルを電子化することで、はい、安全装備、はい、セーフティーパックってドカティだと言われますけども、その ABS とかトラクションコントロールも付属したと。はい、はい、パワーモードも入ったので、スロットルの反応速度なんかもメーター上で変えることができるようになりました。なるほど、まあ、パニガーレとかね、ムルティストラーダとかドカティ、赤い方を代表するバイクなんかはもう当たり前と思っちゃってましたけども、はい、スクランブラーはシンプルなんだけども、そういった機能が今回統一されたと、はい、そして空冷エンジンでこのシステム搭載したっていうのも結構すごいことかなと思いますね。確かに、ほとんど今もうね、空冷から水冷となっている中、はい、空冷のエンジンを守っているのはもうスクランブラーだけと言っても過言じゃない、はい、そんなスクランブラーに最新機能がついちゃったわけですね。そうです。デザインときまして、はい、続いては、まあ、電子制御スロットルをご紹介しましたけども、はい、そんな電子制御スロットルの ABS トラクションコントロールを制御するメーター、これも新しいものになりました。ということは、はい、フルカラー液晶です。パチ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 、待ってました。いよいよ、はい、もう全モデルフルカラーメーターになったわけですね。そうですね、素晴らしい、素晴らしいです。しかも、うん、僕すごいなと思ったのが、このメーターフルカラー液晶をこのサイズに落とし込んだっていうのはすごいことだと思うんですよ。なるほど、はい、ちょっと後ほどね、このかぶせてこの映像を見ていただければと思うんですが、このサイズ感ですごく見やすいフルカラー液晶になっているので、うん、発色もいいですし、今自分が何回転で速度はどれくらいで、そしてどんなモードで走っているのかっていうのは一目で分かるので、安全性能にも高くなっているかなと思います。前のねスクランブラーも丸いメーターで可愛らしくて非常に評判も良かったんですけども、さらに機能性、視認性が上がってフルカラーになったということで、はい、安全性も増しておりますね。そうですね。じゃあデザイン、はい、それから電子制御関係、そしてメーターときました、はい、まだありますか。まだあります。なんと空冷のバイクで、うん、クイックシフターが使えるようになりました。クイックシフターといえば、はい、あのクラッチいらずのやつですね。そうです、クラッチを握らずにシフトアップもシフトダウンも使えたようになりました。いや、もうこれスポーツバイクのみかと思ってましたけど、スクランブラーにも搭載できるんですか。そうなんです、新しいミッションのおかげでクイックシフターに対応しましたし、ライドバイワイヤー、そしてフルカラー液晶、モードコントロール、こういったテクノロジーの進化もスクランブラーにもクイックシフターが使えるようになったんです。これ大幅なセカンドジェネレーションフルモデルチェンジになりますね。いや本当にそうですね。クイックシフターめちゃくちゃ楽ですよね。はい、ワインディング走っててもアクセルとブレーキだけに集中できますし、高速道路走ってても前の車が近づいてきた時には減速してエンジンブレーキかけられますし、で加速の時にもうわざわざクラッチ握らなくても足の操作だけで加速してくれるんで、はい、本当に楽ですね。楽ですね。さらに、うん、僕思うのはこの空冷ドゥカティのツインで、うん、
気持ちよく回していってシフトアップシフトダウンしていけるっていうのは最高だと思うんですよ。そうですね、はい、めちゃめちゃ気持ちいいバイクになったんじゃないかな。まあ、そんなにね一般道を飛ばすバイクではないけれども、その気持ちよさっていうフィーリングは味わってもらいたいですね。はい、パニガーレでそういった感触を味わおうとするとちょっと危ないじゃないですか。ちょっと怖いですよね。すぐ信号来ちゃうし、すぐ前の車と詰まっちゃうし。でもスクランブラーなら楽しく遊べちゃうんです。パニガーレとかムルティストラーダを乗ってる人たちがスクランブラーをセカンドバイクにチョイスするっていうケースも結構あるんですよね。ありますね、まあ、そういう人たちにも非常におすすめかもしれないですね。はい、ちなみにクイックシフターはオプションになっておりますが、これと同時発売のスクランブラーフルスロットルというモデルには標準装備なんですので、まあ、お好みのスクランブラーですね、スクランブラーアイコンフルスロットル、そしてナイトシフト、フルスロットルにだけクイックシフターついてますので、お好みのスクランブラーの中から選んでクイックシフターもし必要であればオプションとして入れてください。続いてエンジンですかね。エンジン、はい、やっぱ革新に来ましたね、はい、エンジンは今までのスクランブラーだと 800cc、 今度のセカンドジェネレーションはどうなんでしょう。はい、エンジンに関しては実は基本的には変わっておりません。ほう、 803cc の空冷 L 型2気筒なんですけども、エンジンカバーがですねちょっと張り出しが前あったので、結構ブレーキとかあとシフト操作してると足がちょっと触れてしまうなっていう方が結構いらっしゃったんですけど、実はスリムになりました。横幅の出っ張りが少なくなったの、これは今スクランブラー乗ってる方も朗報ですね。そうですね、クイックシフターも相まってシフトが気持ちよくなったりブレーキが気持ちよくなったりするんで、そういったライダーの小さな不満っていうのをですね、すごい改善したバイクになります。なるほど。いや、もうデザインも変わって機能も変わって快適性能も変わって安全性も増して、ものすごい変化ですね。ものすごい変わりました。本当にびっくりするぐらい変わったので、今回ですねまだ見てない方はですねショールームもしくは発売までですねちょっとお時間かかっちゃいますので、ホームページなどでですね変更点ぜひチェックしてください。この秋に販売されるスクランブラー、はい、先ほど名前ちらっと出てましたけども何種類になりますか。3種類の車種が出ます。3種類、はい、まずは目の前にあるスクランブラーアイコン、スクランブラーアイコン、はい、2つ目は、はい、2つ目がスクランブラーフルスロットル。フルスロットル、昔ね、はい、あの黄色いタオルで出てましたよね。出てましたね。そしてその3つ目が、3つ目がナイトシフト。出ましたナイトシフト。この前回のナイトシフトバカスカ人気モデルでね、はい、すごかったですけども、今回もじゃあその人気に後押しされて出るわけですね、新型が。しかももうね大人気だっただけにめちゃめちゃ手を込んで作ってます。ナイトシフト色もね新しくなりましたし、ちゃんとバーエンドミラーがついてスポークホイールもついてますので、まあ、ぜひですね写真見たい方はホームページで見てください。冒頭長谷川さんがおっしゃってました、はい、これを見て気に入った方はすぐ予約してくださいというその心は、新型スクランブラーですね、昨年2022年の11月に発表されましたけども、そこからちょっとずつやっぱり注文増えております。ここに来てですねモーターサイクルショーとか各ディーラーでですねこの実車見たお客様がどんどん予約を入れておりますので、ちょっとでも早く欲しい方はですねぜひお早めにご予約いただきたいなと思います。本当に今注文したら遅くなっちゃうとかがないようにですねお早めにお願いします。10月に発売されてもう年内に入ってる台数は数百台ということで耳にしておりますけども、はい、本当に数少ないんでね、お早めにご注文いただかないと、もしかしたら来春間に合わない、その夏間に合わない、また1年待ってもらうみたいなことになりかねないんでね、はい、早めにご注文いただければというふうに思います。お願いします。それでは長谷川さん、フォアグラは何の何でできているでしょうか。ガチョウの肝臓ということで、はい、さよなら。